はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、青鬼3の続きまたやっていきましょう。はい、今日は昼間にやってます。エイシン君お願いします。はい、コンティニュー続きでね。エイシンです。はい、あ、エレベーター、あ、違う、え、どこまで行ったんだっけ。ここはエレベーターで、ナースコールはもう取ったんだよね。うん、で電話がそこにあって電話がなんないから、うん、これ調べない。あ、そうだ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 、逃げない。いきなりかよ、どっから右行った方がいいんじゃないの。じゃあそこじゃまずいでしょ。早く隠れられる。あ、ダメだ、ダメだ、これじゃダメだ。パパやってくんない。あと、お、でしょ。え、道変えてきたね。大丈夫か、たけし。大丈夫か、たけし。たけしちゃんとついてこい。あ、やった、やった、やった、セーブよしよしよし、よかった、よっしゃー、よっしゃ、とりあえず青鬼地獄から逃れた。あー、よかった。いや、これはフラスコ空いてるもんね。あ、なんか、じゃああるんじゃない。袋の中になんかある。電話線、電話線手に入れた。ということは、繋げるはず。そうだね、ここの電話に、あー、よかった。電話線が繋がれていないようだ。だから、これをメニューで、アイテム、電話線、使用する。電話線を使用した。え、これ、一旦見てみる。病室に名前をかけられるようだ。あ、で、あれだっけ？あれだよね。で、あの、ナースからの手紙。3回読んで、その後に向こうのベッドを読んで。3回呼んでというのはナースを呼ぶということでしょうか。ナースを3回呼んだ後にベッドを呼ぶ。ベッドがある部屋を探してその部屋に内線をかけるということかもしれません。だからこれで3回、はい、で電話、そしたら電話だね。電話を、205にかけるんだね。205、はい。うわ、怖い、めっちゃ怖い、この子。てんてんてん、205号室に繋がった。ん？205号室から物音が聞こえた。え？怖い、パパ鳥肌立ってんだけど。パパ鳥肌立ってんだけど。怖い。行くよ、行くよ、すぐ逃げられる準備しとこう。ちょっと待って、一旦セーブ、セーブ。怖い。はい、さあ頑張れ、頑張って逃げる準備しとかないとね。はい、はい。うわ、何これ。でもなんか落ちてる。あ、小さな鍵手に入れた。何この青い液体、青鬼。なんか今これはあれだよね、確か。あ、嘘でしょ、嘘でしょ。間に合う。まだ来んの。来る、来てる。これはさっきの方法で行けば大丈夫なはず。ちょ、待ってよ、マジかよ。ちょ、たけし遅れすぎ。あ、よし、あ、セーブ。ちょっと待って。あ、この部屋。この部屋にさ、こう鍵あったでしょ。棚の引き戸は鍵がかかってる。これだ。小さな鍵、使用する。小さな鍵で引き出しを開けた。中に大きなバッテリーが入ってる。あ、やった、これで。そうだね。こっちの、ここだね。うん、そこにバッテリーを使うで。はい、アイテム、バッテリー、使用する。バッテリーを機械の操作盤に入れた。エレベーターが動作した。で、あ、で、こっち、やるのかな。エレベーターを動かした。あ、開いた。で、入る。地下に向かう。うん、地下に向かう。あ、やばい。あ、早くエレベーターを閉めないと。どうやって閉めるの。
しまう、呪われてる。やばすぎるぜ。ガタ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 。なんとか脱出しましょう。怖い。あ、おお、近づいた。青手に、青手。はい。さあ、行きましょう。お、なんこれ。トイレ？鍵をかけられたようだ、だって。戻れなくなったのか？嘘だろ？ガタ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 。なんで鍵かく？あ、何？急に分かれちゃったけど。おい、見てみろよこれ。これ焼却場だぜ。焦げ臭いな。たけし、あまり動き回ると危険です。助けてくれ！嘘！たけし！たけし！どうしたらいいのこれ？たけし追いかけるしかないでしょ。鍵かかっちゃったんじゃないのこれ。違うよ。鍵かかってるもん。わあ。これなんかある。これはドアの開閉用ハンドルのようだ。これを回せばたけしが出て行ったドアが開けられる。なになに。うわあ。ゾンビなのに。ハンドルを回さないといけないのに、逃げながら回すしかありませんね。どういうこと。ここでこうやって。何よこれ。あ、嘘嘘嘘嘘。何今の。怖いよ。死者って書いてある。え？ブルーベイルの打ち果てた死者に追いつかれてしまった。でこれで、あ、これが怖い怖い。で、はい、でこれをこっちに右に逃げろ。右に。そうそうだ。そうだ。そうだ、こっちまで来い、こっちまで来い。オッケー、オッケー、これでいいだろう。これで。回す。はい。回す。あれ。なんだ、惜しい。うわあ。逃げた。はい。あ、嘘。嘘。やばい。やっちゃった。これはやってしまった。これは。ああ。あとは一回くらいできる気がする。待ってよ、折り返してひっくり返。バンバ。ねえ、ちゃんとして。こっちだって超怖いんだから。今は手厚びっしょりなんだから、やってないのに。はい。頼む。いけ。開いた。よし、これでハンドル回し切って出口が開いた。今だ、行け。真っ暗。どうした？大勢に。なんとか振り切れた。たけしはこっから外に。まだ近くにいるはず。この近くに屋敷がありますね。向かってみましょう。ちょっと待って、セーブ。あ、荷物がだいぶ増えてきましたね。持ち物を整理しておきましょう。英心は荷物を整理して不要なものを捨てたみたい。ちょっと待って、とりあえずセーブ。とりあえずよかった。あのゾンビ青鬼地獄からちょっとメニューで青鬼じゃちょっと OK。 よし、そしたらとりあえずメニューで持ち物見て、お、病院の外に出る。ちょっと待って、じゃあメニューで持ち物メニュー見て、もうアイテム、あ、ドライバーしか持ってない。あー、ナースから手紙は捨てたんだ。なんだね。病院の外に出ます。お、はあ、移動先を選択したから屋敷に行くんだね。屋敷入り口。移動が完了しました。あ、また怖い。これ屋敷もなんかあんの？人がいる気配がする。だって、たけしー、誰かいるなら返事をしてください。返事がない。中を探してみましょう。はい、じゃあ今日はこの辺りにしたいと思います。はい、青のうちに青鬼3の続きでございました。ゾンビ青鬼怖かったけど、その前にあの死体袋のね、周りをこう回るのとかめっちゃ大変だったね。はぁ、これクリアできんの？わかんない。結構時間かかりそうだね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それと今回のおすすめ動画はいつもどこに出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。